マルガレータ・ティッセン・ボルネミッサは、ドイツの鉄鋼財閥・ティッセン家の相続人の一人で、ハンガリー貴族のバッチャー・ニー・ワン・伯爵に嫁いだ。結婚後の生命は、マルギト・フォン・バッチャーに。第二次世界大戦末期に起きたホロコースト事件、レヒニッツの虐殺に、重要な関わりを持っていたとされる。レヒニッツ常備実品収集家のハインリヒ・キッセンと、その妻のボルネミッサ・ジョダンシャク・マルギトの間の、 長女として、レヒニッツ城で生まれた。父は、ドイツの鉄鋼財閥ティッセン社の創業者、アウグストティッセンの三男で、母との結婚の際に義父と養子縁組を行い、自身と子供たちに男爵の称号を確保した。1933年6月17日、バッチャーニーコールシュトラトマンコーラースローの三男、バッチャーニーイヴァン伯爵と結婚した。夫妻は、 妻方の所有するレヒニッツ城で暮らし、二人の息子を設けた。第二次世界大戦が発生。1945年3月24日から3月25日にかけての枝の手術の夜、赤軍のオーストリア国境突破が数日後に迫った中で、マルギとは地元のナチ党党員や新衛隊隊員を招いてパーティーを開いた。戦後、ウィーン地方裁判所で行われた。 裁判の訴訟記録によると、このパーティーには上司で、このパーティーの最中、城の納屋において参加者が、ユダヤ系ハンガリー人の強制労働従事者、約180人を虐殺する事件が起こった。ティッセン家は、マルギトのこの事件への関与を現在に至るまで、完全に否認しており、公的に言及したことはない。マルギトは、赤軍の侵中後、 父親の陰性先であるスイスに逃亡した。戦後、マルギトは国外逃亡したことにより、戦争協力者だったとか、レヒニッツでの事件の実行犯を補助したのではないかと疑われた。こうした権威を実証する様々な報告、証言が存在したものの、オーストリア司法省がマルギトを刑事告訴することはなかった。マルギトは弟、 ハンス・ハイン・リヒの住むビラ・ファボリタに身を寄せ、この屋敷で競争場の飼育に専念した。マルギトの経営するヨーババには、ドイチェス・エスダー・ビーの優勝場であるネボス、ファン・ファー、マルドゥクや、1972年に外戦文章で優勝したサンサンがいた。ノーベル賞作家のエルフリーデ・デイ・エリネクは2008年、マルギトを主人公にした、デヒニッツという戯曲を発表した。ありがとうございます。